はい、どうも、イズログでーす。今日は、まあ大体、風が止んで、雨が今日降ってて、止んだんですよね。で、まあ地面も湿ってて、あんま燃えない、燃え広がるとかいうのはない、まあ、風だったり、火事が心配なんで、まあ一番風が当たらないこのくぼ地のスペースでやるのがいいかなって思うんですね。で、今日やるっていうのはこれが、これっすね。グリーンライフか。の家庭用の枝と落ち葉焼却炉ですね。落ち葉枝焼却炉をやっていきます。まあ、だいたいこの作業スペースが確保できないと、ちょっと俺もきついんで、はい。で、まああとはこの作業スペース確保したら、まあこっちの、まあ本丸というか、この木もちょっと落としていこう。切っていかないとって感じです。で、あとここら辺の木はコンクリートハンマーでぶっかいて、まあここはちょっと家に近いからちょっと危険なんでコンクリートハンマーでやりますけど、まああとは庭石を全部運んで、この庭石を、ちょっと砂利を買う金節約でぶっかいて石に砂利にして、まあ使えねえかなって感じ。で、あとはちょっとここをぶっかいて、ここちょっと少し高いんですよね。はい。まあ、だいたい土がこのコンクリートの際まであるんで、ここまで持ってある土をちょっとこっちバーって流して、ちょっとここら辺の段差埋めないときついです。で、ここら辺の段差埋めたら、その石をこうやっていかないとなーっていうことで、はい。じゃあ今日はここから行ってきます。じゃあ作業を始めます。はーい。で、今燃やしてます。で、これ、なんかちっちゃいやつなんだよね。7000円くらいの。で、意外と中に鉄の格子か、があるんだけど、ちょっと底上げする。あれが意外と高くてね、結構短く切んないと入んないね。うん。で、あと、意外と入らないから、結構これを、手の子で切って入れてんだけど、結構難儀かもね。まあ、あとはこれ火事にならないようにだけ気をつけまーす。まあ、これの今日は一日終わっちゃうかな。多分これ燃やし切れるかどうかがわかんないっす。で、なんかこの時期結構水分含んでるんだよね。昨日雨降っちゃったし。だから、わかんないな。燃えづらいからすげえわかんねえ。まあ一応煙でいぶして、建物にその匂いを染み込ましたら、まあ蜂があんまり巣作らなくもなってくるかなーなんていうのもあります。はい。まあぼちぼち燃やして、こうと作業スペース作りますわ。はい。まあちょっと、これ使うのもどうかなと思ってきて、今コンクリートブロックを持ってきたんだけど、コンクリートブロックで、ちょっとこれ地面上げないと怖いよね。なんか火燃えてるし。今ちょっとまだ暑くて持てないから、まあこれでも火が落ちるまで待って、で触れるようになったら、まあ今これ持ってきたコンクリートブロックに足の上に乗っけて、燃やさないとちょっと怖いね、これ。下、まあ一応水は撒いてあるんだけど、うん、まあこんな枯れ草の状態だからね、ちょっとこれはこれで怖いな。まあ、これ火が落ちるまでちょっと待とうか。結構長そうだけど。はい、どうも。先ほどですね、隣が製材所で、まあ隣あれ製材所の原木なんだけど、まあ今は乾燥してるし風も強いから火焚き火をやめてくれというのをちょっと言われちゃったんで、せっかく買ったこやつがちょっと無駄になりました。まあそれもそうだよね。なのでこやつらを、まあ、手の甲だな。
さすがにな、ちょっとチェーンソー長いんで、手のこでぶった切って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 、この中に突っ込んで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 、まああの町この町はなんか持ち込み OK なんだよね。役場にあの許可を取りに行って、確か持ち場は持ち込み OK になるんで、それでそこに持ち込んで、行きます。まあこれが何キロになるかわかんないけどね。まあ木造木灰を作る計画はちょっと頓挫ですね。まあいろいろあるわね。